この前日本将棋連盟のウェブサイトに藤井聡太棋聖を名指しし、対局をやめさせなければ丸買いすると脅迫メールが届いた事件があったでしょ。ついに犯人が逮捕されたみたいだよ。警視庁原宿署は30日、脅迫文を書き込んだとして、住所不詳、会社員、畠山拓也容疑者43を、威力業務妨害の疑いで逮捕。警視庁が IP アドレスを元に捜査を進めた結果、畠山容疑者のスマートフォンから投稿された疑いがあることが分かったみたい。畠山容疑者は警視庁の調べに対して容疑を認め、イラッとして書き込んだ、などと話しているんだって。ほんと犯人が捕まってよかったよね。日本将棋連盟も脅迫を受け、警備を強化したといい、逮捕されてほっとしている、とコメントしてるみたい。この犯人逮捕に関しては、日本中がほっとしてるんじゃない？だって藤井聡太棋聖といえば、棋聖戦五番勝負で史上最年少でタイトルを獲得するほどの天才棋士だからね。藤井棋聖に何かあったらたまんないからね。でもこの犯人、イラッとして書き込んだと供述してるけれど、もしかしてただの嫉妬なのかな？藤井棋聖のあまりの天才ぶりにイラッとしたってことなのかな？まあでも、やっぱり嫉妬だろうね。てかこの犯人の年齢、43歳だよ。43歳が18歳に嫉妬って、なんか恥ずかしいよね。やっぱりこういう事件を見てると、人間の嫉妬って怖いなって思っちゃうよね。でもこうやって嫉妬をする暇があるのなら、人一倍行動し、努力することが大事だと思うんだよね。藤井棋聖だって、ものすごい努力をした結果、今があるんだと思う。天才と呼ばれる人たちは、人が見ていないところで、人の何倍もの努力をしてるんだよ。そしてその努力が実を結び、多くの記録や結果を残してるんだよね。そういうこと、この犯人は分かってるのかな？とにかく犯人が捕まってよかったよ。藤井聡太棋聖、これからもたくさんの記録を作ってください。多くの日本人は藤井棋聖を応援してるよ。頑張ってね。